どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はなんとハロウィンイン渋谷でね、なんか軽自動車をひっくり返して暴走したやからどもをね、もう現行犯逮捕できなかったものの、まあ証拠等でまあ逮捕をする方針なのでね、今回はフォートナイトでそいつらを逮捕していきたいと思います。いや、マジであの人かわいそうだな、軽自動車乗ってた人とか。許されねえだろ、あんなの普通に考えて。お前がこれやろう。いや、ちょっと待て。口が悪い。経緯を説明いたしますと、渋谷でですね、まあ、ハロウィンにて、まあ、酔っ払った男性か、よくわからない、ウェーみたいな人たちが、まあ、歩道を走行してした軽自動車に、後ろに乗って騒いだりね。挙句の果て、まあ、その軽自動車をひっくり返してしまう、まあ、事件が発生いたしました。いや、なんでこういうなんか犯罪みたいなことが起きんのかなっていう感じっすよね。本当によくわかんないけど。一言で言うとバカですね。はい。もう、かわいそう。ということでね、フォートナイト。まあ、私にできるのはフォートナイトで現行犯逮捕ぐらいしかできないんで。まあ、そいつらをバチコリ、逮捕します。はい、逮捕でーす。はい、現行犯。はい、ありがとうございます。はい、現行犯逮捕でーす。まず一人目。いや、結構、乗ってた人いたからな。まあ、軽く10人ぐらいはいたから。まあ、10人逮捕していこう。さあ、お、上がってくるぞ。お、やっべ、やべ。はい、現行犯逮捕。はい、ざいます、じじい。結構、思ったのが、日本人って結構、なんだろう、集団心理が、すごい、国だなと思ってて、なんか、周りでそういうことがあっても、まあ、あの状況で止める自体ちょっと危険があるんで、まあ、周りにいた人はなんで注意しないんだとか、話は多分違う話だと思ってるんですね。でもなんかその、なんかウェーってやってたらなんか流されるような、普通に考えてダメな行為じゃないですか、あんなの。なのでそれが許されてしまう、その、なんか本当に、何を考えてんのかなって感じですね、周りの人たち。もう、そうやってウェーってやってる人たちも。どこ向いてんのこいつ。なやお前。なやお前。お前が仲良くするか、仲良くするか。なやお前。あいつ来たな。なやお前。はい、オッケー。どこ行った？おい、あ、こいつどこ行った？おー、不正だろこれ。おい、逃げられちまったじゃねえかよ。お前どこ行ってんだよお前。なよお前。お前も当ててくるやないかい。しっかり当ててくるやないかい。お前逃がしてやったのにもかかわらず、もう逮捕だろあんなの。ダメだろあれ。お、なんやお前。でぃでん。なんやお前。Oh my goodness! 現行犯逮捕、はい、ざいます。
まあ、今回はですね、まあ、その渋谷の軽自動車の所有者、被害者の方がいるんでね、本当にかわいそうだと思うんですが、まあ、間違いなく僕があそこにいたら、まあ、止められない雰囲気ですからね、参加もしてないでしょうし、見てるだけの対応になったかもしれませんが、本当に、かわいそう。本当に全員捕まってほしいっていう気分が、気持ちが、ありますね。いや、そもそもね、ちょっと疑問に思ったのが、なんで軽自動車をひっくり返そうとかね。いや、走行中の軽自動車の後ろに乗って何してんのって話でしょ。いや、そもそもやばいと思うんだよな。あの発想自体が。怖い。うん。で、一人ならわかるけど、それもう、周りにいた人たちがほとんど乗ったり、ウェーみたいになってるから、なんなんだろうね。ちょっと日本やばいぞって感じですね。おい、現行犯逮捕して、敵がいないんだよ。現行犯逮捕させろ。させろ、させろ。現行犯、現行犯、現行犯で、はい、じゃいます。はい、じゃいます。うわ、近い。誰だ！俺のキレだぞ！俺の現行犯だぞ、これ！ダメだろうがよ！今撃ってきた。おう、何よ、これ。何してんの、これ。どこ行った？どこ行った？あ、いた。なーんだよ、この下のゾンビ。許されねえよ。もうなんだ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 、おい、ちょっと待たんかい、お前この野郎。あおげ、なんかいるぞ。邪魔だ。わかったわかった。お仕置きタイムだ。オーマイグッネス。分かった分かった分かった、もうなんやお前も。80、やばい、あっぶねえ。マジ現行犯逮捕だろう。はい、 OK、 はい、 OK、 あ、違う、はい、10人目あいざいます。はい、 OK、 ラストで11年目の現行犯逮捕に。あ、何しとん、あれ。ええー。何や、お前、近っ。ええー。ええー。何や、お前。いやいや、おとなしくしろ言うてんねん。いやいやいや、あかんあかん。おとなしくしてよ。いや、あかん。ずーっと狙ってるもん、あの人。なあ。おとなしくしてんかい。オーマイグッネス、DG。何やってんだよ！ 11 年目逮捕できなかったじゃねえかよ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、ハロウィンではね、皆さんね、そういう悪いことをしないようによろしくお願いしますね、来年は。まあ、そういう悪い人はね、絶対に、逮捕されるので、
皆さんね、気をつけてくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイ。